はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。この夏に腹巻き巻きのやつやばいと無理そうですね。ベイビーベイビー今日から名前がついたな。早いっすね。ベイビーベイビーになれちゃうのベイビー何お前誰だった君だよ。ちょっと変なもの舐めとると思うんですけど今日はそのまあトビがどんだけ暑いかっていうかエレーかっていう話で多分サムネがついてると思うんですけど、まあ今これにしたのかな今年から、うん、これね塩分チャージでまあ2個同時に舐めとる。で普通はあのタブソルトって塩多分見てくれとる職人さんたちはあれ知っとると思うけどあのタブソルトだよね塩の塊を。そのそうですね。で俺も職人やっとる時は10粒ぐらい飲んだもん。飲んだでしょ。飲んでなかった。あでも錠剤のベビーだで分からんか。いやそんなことないですよベビーだで分からんかどう錠剤でしょ。錠剤です。塩の塊でしょ、はい、こんなんじゃ効かへん。そうでもない。結構しょっぱい。効いてますね結構。あそう、はい、結構いいみたいな。ちょっと効いてきた。ちなみに今日は朝からペットボトル何本飲んだ、うん、10本ぐらいですね。10本まだ2時。今何時。2時2時2時半ぐらい。2時ぐらい。僕まだ2リッターで。2リッターってことは10本や。いや、多分4本ぐらいです。あ、4本か、はい、え1本何リッターだ。500。あ、そうかそうか、500か。なんで現場行っていいなしょ、午前中も。午前中はあのシートメインだったんで、そんなに。あ、そういうことか、はい、顔が涼しいじゃん、ちょっと名前がついたもんで、嬉しそうだなありがとうございます、ベイビーまあそれぐらい、10本だね。普通に俺が今から10本飲んだら壊れるでしょ。聞いてる？カメラの向こうのカメラの向こうの奥さん聞いてますか？でも本当にね、飛び職足場まあ高いとか安いとかいろいろ言われるけど、まあそんだけやっとるよね。まあ本当に今週頭からいつぐらいからもうピーク来た夏。今週頭ぐらいじゃないですか？今週頭からな。かまあ先週土曜は別にそうまあちょっと偉かったですけど、今週の頭から一番偉いですね。俺だってフィリピンもベトナムも暑いって言われたけど、まあそのハワイとか行ったことないんだけど。あとどこ行った？タイも行ったな。暑いでって言ったけど全然暑くなんね。その暑さが違う。こっちの辺がもうジメーしょるじゃん、はい、えらーってなるじゃん。それはないな。こっちぐらいじゃない。いや、もう笑ったよ、チの声チの声、チの声。どう？暑い？暑いですね。どれぐらいのピーク？でも2週間ないでしょ。でも9月入ってもこれぐらいは続く。そんな続く？俺1週目か2週目だわ。イメージが慣れてくるのあるんですよね。そうそうそう。その暑いのが1週間2週間続いて、そう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 。なんか昨日より暑いのが一番偉くない？そうですね、うん、なんかもう昨日よりああなんか1度でも下がると全然違うもんね。全然違うね。一回上がっちゃってから下がってくるのは全然違う。違いますよ。そうそう。今日はね、木村大さん、すっごいうちのファンで、YouTube も全部見てるよ。俺名刺なんだこれ。一応この真面目だからね、普段は。ね、まあ、フルネーム出ちゃうと、まあこれ電話番号、あれかんかこれ電話番号ついてた。隠しとる場所が違った。っていう感じね。他に暑さって言ったら、暑さ。夏の海は暑いですね。夏の海は暑いですね。海の話だよ。まあちょっと体力勝負だもんね。限界来てるでしょ。あの反響読んだけどね。はい。20年後はこうなる反響読んだ。反響読んだんですか。すっごいコメントもめちゃ入ってたでしょ。で結構コメントが入ったし、視聴もあったよね。本当ですか。巻いとった巻いとった。2万ぐらい行ったんじゃん。結構行ってましたね。結構伸びた伸びた伸びた。同情の声がいっぱい入ってた。メガネがひどいってか。名前つきましたね、ベイビーね。多分前日これ多分毎日連続で上がってて、あの木村大師さんシリーズでね、多分毎日上がってくると思うんですけど、まあ、そんな感じかな。じゃあ、まあ、とにかくまあこれいっぱい職人さん見てくれてると思うので、まあまあ一月の辛抱、暑い中一緒に、まあ、頑張りましょう。まあ今またこれからちょっと暑くなりますけど、みんなで頑張っていきましょう。うん、はい、わかりました。またねー。またねー。